ます。あざも、初めての場所ですか。そうね、気持ちいいね、ここね。めっちゃ良さげやね。もう日が上がった、もう日が上がっちゃったけど。でも俺らの狙い物なものは別に朝まずめや、じゃなくてもいいらしいけどね。日が上がってからが勝負、で、今日はね、ヨライさんがいないということでね。ヨライさんあ、おらんじゃないなんかね、体調不良らしい体調不良らしい。なんか気分が悪くなって、あのマイクラしょって、でマイクラに寄ったとかなと思ったら、余裕本があるとか、熱があるって咳が出るとかね、二人で行ってきた、というわけで来ました。ここは長崎県のね、長崎県の、端っこも端っこ、多分見る人が見たらすぐ分かるんだろうね、すぐ分かると思うけど、端っこの端っこにまで来ました。風邪だって畑もさっきちょっと喉が痛いんだね全滅するよ、それが全滅するかもしれないまあとりあえずもう日が上がっちゃったけど、まあ俺リーダー娘やんけん、畑もそのうち投げよって、ガンガンやろやろ、よし、えいえいよなんすなんで構えた、足まで行く、えいえいえい、きつねー、かしかもやばい、もうきつい、もう熱中症なりかけたよ、またもう倒れかけフラフラする、ちょっと休憩しながら魚釣れん、あー週休憩しよう、魚釣れん、やばか、何にもない、当たりもない、当たり釣れない、地獄、みんな周りにいた人たち朝まずめだけ狙って帰った、帰ったね、やっぱそれが普通じゃん帰りたい、やばい、帰れない。なんか釣れた。なんかすごいちっちゃいのが釣れた。さ、魚。なんかすごいちっちゃい。で、魚？そう、なんだこの魚、あれあんま引かんぞこの魚、ほらほらほら、来た来た、ほら魚、ほら魚、うん魚、これ何、これ何だこれ、なんか初めて見るぞこれ、わかんない、え、これ初めて見るぞこの魚、アジじゃない。エソみたいなんか。これ魚。何それ。魚。何こいつ。美味しいのかな。わかんない。魚。何こいつ。え、これ何？何こいつ。でもうまそう。ね。これなんだろう。これなんかね。干物にしたら。ムツ？ムツじゃないね。干物。何でも食料にする。とりあえず食料にする、これなんだろうね、ね、歯ギッツギザしてる、ツイッターで聞く、ね、なんか早みたいやけどさなんかわかんないな、なんか釣れた、おえおえやね、とりあえずおえやっぱ俺釣るよね最後の最後で、もうあと30分で仕事終わりだけどね、そうね、やっぱ最後にやらかすな俺やね、でこれ何、わからん謎の魚やるね、やっとこ、なんか謎の魚よく釣るよね、干物顔じゃない、干物顔しと、干物にしてくれって、もう干物にされるために生まれてきてたやつ、そう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 、食ってやる、食ってみる、食
よし、よし、食おう食おうおえいや、まあ大量やったね、今日は大量かい、あれ魚が釣れたねえ、もう暑い。これは人間の勝利勝利あれ勝利でいいと一匹でも釣れればもう人間の勝利勝利奴らはもう負けたね負け、あんだけいるのにここ2人に負けた。そう、結局その魚が疑似餌に騙された、うん、結局1匹しか釣れなかったね、6つ。だって最後の最後に、うん、20センチぐらいの6つが1匹でした。もうね、やばいね、やばい、寝不足と脱水症状。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、帰ってきたよ。これ6つ、6つ、ムツゴロウさんじゃないね。かーちっちゃい、なんか早みたいね。でもさ、この基準の大きさが分かんない、うん、ね、こいつのこんなもんじゃないと思ってるよ。ほら初めて釣ったけんね。こっちでいいか多分今からおそらく開いて塩につけて干して干物にする動画になります。また干物にするまた干物おそらくで、美味しいっていう動画になります。エラウロクの取りやすい、ほら、おお、バラ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 って取れる。カマスの時はね、せやったね、こうやったね、うん、で、味の時はこうやね、うん、なんか定義があるのかな。ありがたく、うん、いただこう、命を頂戴いたします。いいよ、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 ふっ、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 して肛門から内臓を腹開き、生きとらんよね、腹開きするの、腹開き、いいよ、いいよ、いいよ、危ない、危ない、危ない、そして内臓、内臓を取ります。さあ、ここでクイズ、何を食ってるでしょうのコーナーです。トゥルトゥトゥ、みんなお待ちかね、トゥルトゥトゥルトゥ、はい、パタ、え、何も食ってなくない？ほら食ってない、ほら、もうこれ、これやろ、お腹空いてたったよね。あー、だけにジグニクイズで食うわ。お腹空いたがために食いついた、うん、まあ人間の勝利で、勝利っすね、うん、今回はね、完全に人間の勝利、うん、疑似餌に食いついてきた時点でね、一匹魚をあげた時点でも人間の勝利っすね、うん、今日何してたんですか、ヨルさん、そういえば、ね、寝てた。体調は体調治ったと思う。あのね、昨日ハヤとカニ食ってね、当たった、うん、当たったのか、俺らのもなったね、ちょっとただの風なのか、前暮らし言ったらさ、なんか体調悪くなってさあ、なんかね、徳さんがね、うん、背開き、腹開きのやり方ね、解説しよったよ。マジ、うん、いや釣り岡のあれはね、さばきはね、ルールに乗っ取らないのか。でもへーってなるよ、多分。へー今あっち、あ、メンタも出てきた。上、大体釣り床の料理ぼやっとしたもん、うん、決まってはない、そうそう、定義がないってのはね。ただメンタもがね、メンタもが、メンタは取ります。あ、こいつ歯がすごい、うん、ギザギザしとった、うん、歯がすごい。よし、これを塩水に、塩水を用意しよう。メンタも片目取れたけん、両目取ろう。なんでいや、なんか左右対称じゃないと嫌だ。めっちゃ濃ゆいねこういう、いいね、いいねいいよ、そういう、そのくらいか。これ今、どういう状態、ほわ状態、ほわーんとした状態、ね、これを 身を下にしてついておきます。10分、15分、20分、25分、30分待ちますこれ体調不良は夏みかん食って、体調不良は食料、食欲あるな、あるよ、さっきカレー食ったでしょ、カレーも食ったよ、体調不良は食欲あるな、そうこれだいぶ濃ゆくしたけんさ、うん、なしたがいいと思うじゃ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 、よーし、よし、これをね、うん、どうするかというと、うん、ここに乗せるんすよ。知ってた。そしてここからどうするかというと、うん、干すんですよ。知ってたじゃあ干していきます、うん、じゃあ干してきてね、干してくる、できた、ひもの、ひも、ほら、ひも完全寝起きやけんねひもがボソボソいいよ、おい、ひものできた、ほら
ムツの干物うまいんじゃない？うまいと思う、多分、うん、いいじゃん、いいじゃん、干物最強やね。はい、いいよ。いいよじゃねえし。焼こが焼く？もう食う？食う。このこれぐらいでいいとよ。まあ、そのまま取らんやん。何がいいと？何がどういいと？これね、くっつかんと。ポケットに入れるの？いや、置くとこないもん。かついてポケットないやろ。ポケットないやろ。置くとこないけど。ないもん。だってもう紐をポケットに入れると初めて見た。ずっと取り出して。便利だね。便利かね。よし、3分焼けるまで待とう。ほら、いいじゃん。うまそうじゃん。ほい、できた。ほい。こう見るともう味の刺身じゃなかった開きみたいなね。うまそうじゃん、これこれ。うまそうね。うまそうじゃん、うまそうじゃん。さあ、作ってみましょう。6つ。6つ。あ、ふわふわしてる。すごいふわふわしてる。凝縮されたうん。うわ。最初はそのまんまで。先輩。あっち。先輩。あっち。いただきます。濃いか。塩辛。マジで。塩つけすぎた。ボロいのっけたもん。塩辛。でもね、身がホクホクしてうまいけど。お、いや、うまいぞ。外側だからじゃない。ああ、塩辛。ちょっとそれちょうだい、そば半分ちぎって。あ、でもうまい。塩辛。今日帰ったね、塩分一気に補給された。でもね、中身はね、うん、ホクホクで美味しい。うま。高田くん食べて。あ、これムツいいね。うん、ムツ美味しい。中身がうまい。この中身取って。中身。あ、塩辛。まあ美味しい。ここ取るね。ふわふわした。ここ取って、ここ絶対うまいから。やった。ホクホクしとる。あ、美味しい。美味しいよね。美味しい美味しい。干物最強だね。うん。ムツはいい。あ、うまいぞ。ムツいいね。あ。これなんじゃ、塩焼きとかしてもいいんじゃない？そうね、めちゃめちゃうまいぞ、うん、これある程度大きくないと縮むね。そうね、進む、食が進む、進むめちゃめちゃうまいぞ。美味しか、美味しか、ふわふわして。あ、俺、干物ランキング1位。 なんか味濃いですよね、うん、塩の濃いさじゃなくて、うん、味がしっかりしとる。ちゃんとしとるね。かますこしたね。あ、そっか、今、そういえば調べたらムツってね、旬が夏から秋にかけてって、うん、サビキとかで釣れるとかな、はい、めちゃめちゃうまい。とにかくうまい。うまいっすよね、これ。干物ダントツ1位、これね。ムツ、ムツのうまい。旬らしいよ、ムツランキング、うん、次7つに挑戦しよう。次7つに挑戦しよう。ムツやけどね。8つは8つはちょっと欲出しすぎ。オーバーだ、7つぐらいで。逆に5つとかでも美味しいかもしれない。もういいって顔してるけ、締めようか。ありがとうございました。ありがとうございました。